はい、皆さんこんにちは、なおさんチャンネルです。はい、今日はですね、また再びロッテの話で、振り返れば、交流戦順位予想してたよね。してました。してたよね。はい、で、まあ、ヤクルトは、まあ、予想通りというか、強くて優勝ね。はい、で、ロッテに関しては、6位を予想してた。6位って言ってましたね。そう。6位を予想してて、なんと3位。ね、10勝8敗か、はい、10勝8敗、そう、10勝8敗で最後、ね、DeNA との試合ね、はい、負けたら9勝9敗になると。なので結果 DeNA は9勝9敗の DeNA が6位です。うん、ここは多分得失点差があると思うんで、もしロッテが DeNA に最終戦負けてた場合、9勝9敗のね、その辺順位が楽天とかと、得失点差とかあるんで、まあ、そうだったとしても7位でしたね。そうですね、確か、はい、確か、はい、なので、まあ、マリーンズ最後僕 の, その予想を超えて、嬉しいことに超えてくれて、貯金を2つ作って交流戦を終えてくれた、うん、そしてその流れがペナントまた戻ってから、ね、はい、続いてて、北海道で3連勝ね、うんうん、ね、三馬がずっとね、勝ちがつかなかったけど、まあ、トン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 と勝って今もう4勝4敗まで戻ったと、うん、ね、その前はロメロが、まあ、球数多かったけど、はい、しっかりと投げてくれて、ね、で、交流戦明けのピッチングで、石川、はい、石川抹消されたから、二木が、ね、打たれたけど、なんと逆転勝ち ね、うん、ね、元前が、初のリリーフ登板かな、したけどしっかり投げてくれて、3連勝同一カードファイターズ、ね、3連勝です、うんうん、なので、交流戦の最後からここで4連勝してます。ね、まあ、でも問題は戻ってきます、ね、あるよね、はい、なんと、新外国人オスナが合流したということで、はい、今は、コロナの措置で外国人5人っていうところがあって、うん、まあ、5人入れるので、オスナが入ってロメロが入ってゲレーロがいてで、打つ方でいうとエチェバリア、レアード、マーティン、6人になってるんで1人削らなきゃいけないっていうところが、来てるけど、なんやら井口監督のコメントでは、まあ、ピッチャーからピッチャーを残しながら、まあ、野手を外すってことだったんで、はい、まあ、エチェバリアなのかレアードなのかマーティンなのかっていうところね、はいはい、で外れてくると思うんですけど、レアード、マーティンはもうこだわって使ってきたじゃない。うん、まあ、でもね、よりもなんかショートがやっぱりエチェバリアにいるから、うん、まあ、外せないってなったらマーティンなんのかなとか、ちょっとね、その内野 の, その三遊間ですか、が、よく変わるけど、意外 と,、エチェバリアはサードに行って最後まで出場してるとかがあるんで、なんか外しにくいのかなと思うから、まあ、ちょっと打撃上がってきたけど、まあ、マーティンになってくるのかなっていう感じはするけどね。まあ、ロメロをね、ちょっと球数多かったけど、まあ、ローテーション投げてるんで、まあ、ロメロ先発ピッチャーだから、ロメロを外して抹消して入れるってことをね、できなくはないけど、今の段階でロメロをローテーションから1回飛ばすのかっていうのも、まあまあ勝ってるだけに、うん、ね、連勝でしょ、今2連勝中なんで、なかなか難しいかなと思ってます。でゲレードも安定してる、うん、で、まあ、中継ぎで言うとみんな疲れてくる頃なんで、まあ、オスナがいてくれたらいいかなと、うん、でなんと実は、この間浦和球場行ってきました。その時にね、オスナが、1試合投げた後かな、でその日いいピッチングしたのよね、ライオンズ戦、浦和球場でのライオンズ戦で、3三振かな、はい、したけど、その日の、ウォーミングアップとキャッチボールをちょっと見てたら、うん、すごいこう後ろがちっちゃくて、キャッチボールするバランスもすごい良くて、うん、キャッチボールのリズムもいいのよね、うん、キャッチボールってやっぱりこう取って、いろいろ考えて、でまた投げるっていうよりも、はい、まあ、もらったらちゃんとこうセット入ってピャンパン、こういう感じでこのキャッチボールしてるリズムもすごいこう良くて、見てて、あ、なんかコントロール悪くないんだろうなっていう感じはしたのよ、キャッチボール見てて。で離れていくのも本当にこう、本当になんていうかな、
テンポよくっていうかリズムよく離れていってて、でこう待ってる時にボール待ってる時の動きとかも、こうボールをもらう時のキャッチングとかも、そのぼやっとやけど見てると動き柔らかいんですよね。硬そうな感じはしない。なので、まあ、コントロールはまあいいかなと。そのビタビタいいかどうかは別としても、そんなバーって荒れるような感じではないんで、まあ、あとは日本のストライクゾーンに、まあ、どれだけ慣れてくるのかということと、日本人のバッターがいろんな対策はやっぱ早いから、ね、まあ、変化球とかもどういうふうに対応するのかも、まあ、今後の、チェックしていかなきゃいけないところかなと思うけど、まあ、そこそこハマるんじゃないかなっていう感じはしたね。うん、期待できるけど、でも外国人が多いから、うん、まあ、そのあたりどういうふうにこう、うまくやっていくのかなっていうのはあります。うん、じゃあ投手陣と打撃陣、うん、それぞれ一人ずつちょっとピックアップして聞きたいんですけど、はい、まずさっきちょっとお話にもありましたけど、美馬、美馬、うん、どうですか、こうちょっと復調してきたというか。まあ美馬もいい時と悪い時はっきりしてたけど、いい時に勝ちがつかなかっただけなんよね。うん、うん、いいピッチングしてたけど、うん、どうしてもその時期に打撃陣がちょっと援護してあげられなくて、うん、打つ方結構湿ってたでしょ、うん、その時に勝ちがついてこなかったから、まあ、次も、まあ、悪いなったら悪いまま、消してもらえないまま終わってた感じだけど、うん、まあまあスピードも安定してるし、そんな大崩れするっていうか、めちゃくちゃにするってことはないから、うん、まあまあ、このままオールスターまで投げてくれたらなと、あと一つ二つぐらい勝ちが来てくれたらなっていう感じかな。あ、うん、一気に戻しましたもんね。戻したね。うん、やっぱ04で、ね、05になっていくのと、まあ、14になって243444まで来たから、まあ、気分的にはいいと思うんで、まあ、今後にちょっと期待したいかな。なんかこういういいピッチング、自分の中でいいピッチング続けてて、うん、その勝ちにつながらなくて、うん、こう負けがどうしても増えていっちゃう展開ってあるじゃないですか、うんうんうん、これってピッチャー的には精神的には結構こう応えるもんなんですか。答えるね、うん、答える。やっぱり、バッターで言えば詰まった当たりがヒットで H がつくのと同じように、うんうん、ピッチャーもなんかこう苦しみながら投げて、でもまあ味方が、まあ、7回とかにポンとひっくり返してくれて、まあ、勝ちが黒が白に変わったりすると全然気持ち違うから、うんうんうん、そういう意味では白がこう来て、まあ、今並んだっていうのは全然気持ちは違うと。防御率はその見てないですね、ピッチャーって。防御率っていうよりも、いや、イニングをしっかり投げれてるかどうかのとこだと思う、うんうん、そう、防御率は後から絶対ついてくるし、はい、その6回、7回をしっかり投げていく、しかもまあ8回とか、完投完封していくっていうのが一番消せる、薄められるっていうの、うん、失点を薄めていけるんだけど、うん、今、なんかね、その完投完封するピッチャーも少なくなってきてるから、うん、まあ、そう考えると7回とか、6回7回を、まあ、1点とかで投げていけば、まあ、薄まっていくからね、防御率っていうのは。そうですね、うん、まあ、それじゃない、あんまり気にしすぎても、ね、出していいフォアボールも打たれていいそのシーンとか、例えば自分たちが点をたくさん取ってくれてて、まあ、ここ1点仕方ないねと思っても、うん、まあ、防御率のことばっかり考えてたら、まあ、そうですよね、ここは上げて勝ちをっていう時もあるんで。打撃陣の方、はい、まあ、開幕遅れちゃってた荻野が帰ってきて、うん、はい、ここ5戦、うん、5戦中3戦で、うん、3安打。そう、もうね、荻野がちょっと戻ってきて、内野安打1本出たんだけど、まあ、そのちょっと打てなくて、またヒット1本出たけど、まあ、またちょっと6試合連続ノーヒットとみたいなのあって、で、マリンに戻ってきて交流戦の時かな、DeNA 戦なのかちょっと忘れた、阪神戦か忘れたけど、タイムリーが出たよね、センターに。阪神戦だね、阪神戦にタイムリーが出て、そのあたりぐらいからなんか、あ、荻野らしいヒットみたいな、いいヒットだなみたいな感じでちょっとコメントしたのもあって、で、まあ、それまではちょっとやっぱりその戻ってきたけど、なんかこう荻野らしくないっていうか、まあ、元気がないっていうか、なんか取り返さなきゃいけないなみたいな部分があって、まあまあ綺麗なヒットとか、そのいいヒットみたいなのをこうちょっと強く意識しすぎてんのかなって感じがあって、まだ時間かかるかなと思ってたけど、もうそんな心配をよそにカンカン打ち出して、そうですね、ちょっとなんか
あの目がおかしくなった、目がおかしいっていうかやっぱり年齢もあるし、うん、結構反応が悪くなってきたのかななんて思ってたけど、いやもう何を何をやっぱ最多安打のタイトルをね、うん、やっぱり去年取った選手が、まあ、本当にちょっと感覚を取り戻せば、うん、あれよあれよと。でまあね、荻生が1番にいてくれて高部2番とか、まあ、高部を9番にしたりとかいろいろやってる中で、今荻生のが1番で2番高部でいけてるって、で、まあ、3番に、正吾がいて、で4番にねレアード入ったり山口入れたり、佐藤俊也入れたり、まあ、その辺なんでやっぱ 1,2 番が固まってきたっていうのが、うん、あの得点する形が出てきたのかなっていう感じはするかな、うん、まあ、出塁も高部もずっとまあ、ヒットこそなくてもファンボール選んだりとか出てるん で、まあ、足使えるから2人とも、まあ、そういうところで中村翔吾の打点が増えたり、ところがつながってるのかなと思うかな、うんうん、まあ、だから荻野 の、 その復調っていうのは大きいかな。得点力がね、うん、まあ、ちょっと前半戦は本当に、ね、そう、ね、ちょっと寂しいなっていうところもいっぱいあったのでね、うん、まあ、まあちょっと外国人にねレアード、マーティンに頼ってた部分があって、でまあなんとか高部が出塁してちょっとそっちにつないでって期待してたけど、まあ調子が2人とも上がらずっていうのが、まあ 3,4,5、うん、でまあ6月ぐらいからまあそうやって荻野も戻ってきて、でまあマーティンもサヨナラホームランぐらいからちょっとなんかきっかけつかん でレアードもねアベックのホームラン打った日も出たり、まあ少しずつこう上がってきたから、まあこれからかなっていう感じはするけどね、打線はね、うん、まあ、何よりも翔吾がしっかりいてくれてるっていうことと、高部も、フルでねずっと出てるんで、まあ、その辺が、まあ、外れてないっていうのは大きいかなと、うん、これで、ロッテは今西武と並んで同率の3位です、うん、3位ね、はい、うん、でソフトバンク1位のソフトバンクと6ゲーム差、うん、借金1、うん、今後どうですか。どうかな、結局のところはオールスターまでかなと思ってて、まあピッチャーがねちょっとね石川が腰でちょっと外れて、でまあローテーション組んでるというと佐々木朗希がいて、まあ佐藤翔馬がいて、でロメロがいて、で美馬がいてって、まあ二木がね投げたけどちょっとダメでみたいなんなんで、まあそこにまあ小島がいるんで、まあこの辺りが組めてるから、まあまあなんとか試合は作ってくるのかなっていう感じはするかな、うん、中もそんなにまだ疲れてないかな、うん、中ブルペンもまあ東條がちょっと投げてるけど、うん、まあでも要所要所で小野文也もしっかりと仕事してくれてるし、ね、開幕当初はさやっぱり唐川が出遅れ、佐々木千早が出遅れ、はい、で増田がちょっと元気ない疲れが溜まってるみたいな、で国吉も全然上がってこないっていう感じだったけど、もうガラッとこうこの時期になったら東條がいて小野文也がいて、でまあ、ゲレーロがしっかりいてくれて、まあ、増田も元気 で、まあ、西野がいて、で、まあ、中にこの前ね元前とかちょっと入ったけど、まあ、多分あれは二木がね久しぶりの2ヶ月ぶりの登板だったから、まあ、1人ちょっと入れとかないとなって、なロング投げれる人間入れとかないとなっていうのもあったから、まあ、交流戦明けっていうのもあって入れてたと思うんで、まあ、多分もしかしたらこうあかんかったらすぐ行くよみたいなのもあったのかなと思うんで、まあ、それでもチャンスをもらった二木がねちょっと、残念な結果だったんで、まあ、またねやり返してくれると思うんですけど、しっかり調整してね、まあ、しっかりとその先発ピッチャーが、6人7人ぐらいでこうしのぎを削って、やってくれてるうちは、そんなに大きく負け越していくことはないと思うんで、うん、期待はしています、はい。